っこいいじゃねえ、うん、重量感が出た、うん、重みが出たよいしょ、これです。泉さんから奪ったモンキーがあるの、そっちに。うん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 。サイレントヒルワークス。いきなりボッコム？うん。ちゃんちゃかちゃんちゃんちゃちゃんちゃちゃんちゃん。サイレントヒルワークスマニアックチャンネルへようこそ。あ、なんかうまい？うまいね。うん。てかすげえできるね、いろんなのね。できるよ。やるから俺。引き出しばっかだな。杉山くん宿題だったのに、うん、ごめん、うん、引き出しがなんか鍵かかってた。マジでガチャガチャってやったけど、うん、開かねえでやんの。米大うまいでしょ。うまいうまい、うん、チク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 ショーなん。その声出ないからね。出ない出ねえから。これ一番うまいかも、うん、今日ね、はい、ねいろいろね、うん、紹介してたら変だけど、この、動画撮ってない間にいろいろちょっとねやったことがいっぱいあるわけ、うん、それをね、うん、ちょっと説明したいのと、はいはい、でこの、うん、エンジンね、うん、ワンカムノンターボのエンジン、うん、エルカタエンジン、うん、フレームを作るのにちょっといろいろと説明したいのと、うん、はいはい、あとはまあこの後のお楽しみね、はい、であとこれヒデちゃんがね、あそうこれ、うん、これくれた、はい、おいしくいただきましたね。ヒデちゃんちょうどほら日曜日動画撮ってる時にやってるかなと思って来たっつって、もう真っ暗っていうね、うん、みんな解散しちゃってたんで、ね、もうすでに食べちゃってたんで。いただきました、まあ、おいしくね、ありがとう。そうそれで今日はソロと、うん、このワンカムノンターボはいを、説明っていうか、うん、紹介していきたいなと、はい、あのコウメ太夫で始まりましたが、はい、まあ、そんな感じで、はい、今日はよろしくお願いいたします、はいはい、ということでよろしくどうぞ。Silent Hill Works。 あのさ、うん、これ撮りますよ。はいはい。見て。もう切っちゃった。ああ切っちゃったさ。何切っちゃったじゃんもう。ああそりゃそうですよ。ああそれいやいやいやもう。ああ小力見てんな。ああそう。そりゃそうですよ。それでねちょっとなんか喋ってて。いやいやまた振ったな。お結構肉厚ですねこれね。2mm ぐらい、2mm、 あー 2mm 近いんじゃないかな。あれ切ったやつどこ行っちゃったんだろうね。ここにある。あんだそっちかい。そうで、うん、これ測った時に 29π だったじゃん、うん、うんうん、やっぱ色剥いだら 28.6 だったの、うん、そんなに厚く塗装してあんの。そうそれで今日 28.6 1メートル頼んだ。ああ75ミリしか使わない。確か、15センチ、うん、片側7センチ5ミリだけど、うん、15センチ両方で15センチじゃん。ああ、はい、もしかしたらやってもらいたいっていう人が出てくるかもしれないっていう体で1メートル頼んだの、うん、はいはいはい。でそれがね4日か5日ぐらいで発送してくれるって言ってたから、うん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 、亀井くんが6月の一番最後の日曜日に来るって言ってたから、それまでにはもうスプリングが終わらせる。うんうん。フロントはね。そう。で、うん、ここのつなぎ、うん、どうしようかなって。うんうん。作った。早いな。ちょっと持ってて。早いな。知らない。あ、危ね。おう。うん、じゃあ1インチ。うん。これ1インチのパイプ、ちょっとねでかかったんだよねこれ、あの入んなかったの、うんうん、それを真ん中切ってここにさ巻きパイプだから へそが出てるじゃん、うん、それの逃げなんだよねここ。はいはい。これねビタスンで作った。あほらおおビタスン、うん、まっちりだね。絶対これだもうガタないから、
28.6倍の2ミリ、これ28の2ミリだったから、うん、同じ動径でしょ、うん、でこれぶっ刺しちゃえばもう 100% 平気だね、平気バッチリだね、うん、すごいでしょ、すごい、うん、そりゃそうですよ、うん、すごいすごいわ、うん、だこれ1インチのパイプを内径24、うん、ぐらい、うん、25.4 を24ちょいにつぼめた、はいはい、うん、もう問題ない。でフロントもまだ見てないもんね、うん、見てない。ちょっとね今から出しますんでちょっと待ってください。はい、はい、ね今日からね、うん、やけさんはねマネージャーになりました。ジャーマネやけジャーマネになった。やけジャーマネになりました、うん、あのカメラマンはカメラマンだけど、はいはい、役職が、うん、あのジャーマネになりました。ああギロッポンで、はい、みたいな感じめちゃめちゃバブリー、バブリー、バブリーやけでこれからどう、バブリーやけバブリーやけ、うん、でフロントレッグ、うん、ちょっと喋ってて、うん、ちょっといいちょっと喋っててって言ってもすぐそこなんだけど、ね、なんだあれ、なんだなんだ、ほんとな、ほら、おおおお、どこ繋いだか分かんないでしょ。うん、チッピングもかっこいいな、やっぱいいでしょ。うん、かっこいいじゃねえ、うん、重量感が出た、うん、重みが出た、うん、どうですかこれ、かっこいいです、かっこいいです。しかも曲がってないよ全然、うん、そりゃそうだけど、ま、曲がってたら困る。曲がってたらこんななっちゃうからさ、亀井くんずっとこうなってウインクじゃねえんだからこうなね、こうなって、ほんとだ。だからこれで、うん、7センチ5ミリ、うん、75ミリ伸ばしてるから来たやつを75でやれば、そうだね、そう。でこの前作ったスプリング、うん、で縮めてあげれば、うんれね、うん、スプリングコンプレッサーを溜まってね、そう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 、それで、うん、長さがねほぼ同じ寸法だってたんね。そうほぼ一緒、うん、ね、ほぼ一緒、いい、ね、うん、成功した、うん、この感じで。だからあれだもんね、スプリングになるってことだもんね、うん、そうそう、だからこの状態で、うん、同じようにしてあげれば、うん、ネックもちょっと寝かしたいね、寝かしたいね、うん、微妙にね、そうそう。で どっちにしてもここが長いじゃん、うん、そうだね。だからちょっと上につけて斜めにしてあげれば、ああ、そんなに違和感はないと思う、うん、うん、もう今日ねソロの説明はこれだけなんだけど、はい、はい、あとでも順調に進んでますね。そうそう、順調に進んでる、うん、それでこれあのちょっとこれ前出しててちょっと喋ってて、はいはい、よいしょ、これですなんかねこれ喋るみたいだけど何やんのかな全然わからないね振りがなかったから何をするのかがわからないね。これおフレームのパイプ、おうおうおう、2メートルを6本、はいはいはい、うん、で亀井くんのこのフレームに使うのと、うん、このフレーム作るのに、うん、あの買ったのね、はいはいはい、6本だけどね、2本はヒデちゃんが、うん、GN125 を、はいはい、作るのに欲しいって言うから、うん、まあ、2本は譲るんだけど、うん、4本残ってるんだけど多分足りないと思うんだよね、長さがね。そうそう、だから多分また追加で頼むんだけど、うん、このフレームをどう作ろうかっていう、あの精密な設計図あったけど、うん、どう行こうかなっていうところで、うん、ちょっと3人で相談したいなと、うん、はいはいはい、うん、視聴者さんからもアドバイスもらえたらいいかなっていうのはあるんだけど、うんうんうん、今日はちょっとこれの考察って言ったら変だけど、はいはい、あのフレーム、うん、どう作ろうかなと、はい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 、まあ、そんな感じでね、うん、あのやりたいなと思っております。ちょっと持ってて、うん、今、うん、モンキーのフレームを持ってきたんだけど、これ当たっちゃう
当たっちゃうよ ね、まあ、まあ当たるは当たるさね、うんうん、なんとなくなね、なんとなくバランスっていうか雰囲気をね、そうそうそう見たくて、そうそう、なんだけどこれは使わないよ、うん、うん、ここだけ使う、うん、であと俺泉さんから奪ったモンキーがあるの、そっちに、うん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 、オートマシャリーのエンジンが乗っかってるやつなんだけど、そこに入ってる、そう、うんうん、それをベースにしてもいいかなとか思ったんだけど、うん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 、この1本フレームじゃなくてこう2本持ってきてで吊り下げるのか、うんうん、こういうエンジンマウントにするのかっていうのを、はい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 、でまあまあいろいろ変わってくるんだけど、うん、大きさ的にはモンキーぐらいの大きさがいいよね、うん、できれば、うん、こう肩肘張らずに乗れるバイクがいいなと、うん、で これぐらいだよね、そうするとね、フレーム作るとしても、うん、で大きさは600800いくつかな、全長がっていう感じでいきたいな、あれの一回りちっちゃい、ちっちゃいバージョン、うん、だよね、そうそうそう、だからフロントのタイヤはホワイトリボン入れて、うん、でシートはちょっとこう持ってて、うん、これがまっすぐだとするじゃん、うん、で2本フレームでしょ、うん、こっから前まで全部こうシート、はいはいはい、バ、はい、うん、ーってシート作ってその下に、うん、タンク、うん、タンクね、うん、で後ろのフレーム、あ、リジットフレーム、タイヤ取り付けるやつ、うん、ちょっとなんか喋ってて、え、いきなり、うん、どうすんのかな、結構ね、でももうね作ってあるの、あれ、あれ、もう作ってあるの、これ、あら、そう、あら、早っ、早いでしょ、うん、もうだいぶ昔に作ってやった、作ったの、あら、うん、だからこう、うんうん、よいしょ、こうこうフレームが来て、うん、タイヤがこうつくじゃん、うん、そこのところにフレームにこれを溶接しちゃう、うん、はいはいはい、まあ要はこういう感じだよね、うん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 、後ろはリジットなね、うん、でフロントをスプリンガーにするのか普通のテレスコにするのか、うんうん、そこをちょっとね相談したいわけ、ああ、でこれ見てたらさ、うん、ケップスピードのこのスプリンガーフォーク、うん、ぽいのもいいなと、うんうん、でちょっと構造が分かったじゃん、ああとうとう構造が分かったって言ってもうん、これら削り出しだな、ね、だけどできるじゃん、うん、釣れんところで削ってもらえば、うん、まんま同じのやってくれるし、うんうん、どうしようかなとか思っちゃったわけ、うん、だよね、今話の流れからするとそういうことだよね、そうそう、普通に今までずっとスプリンガーフォーク作ってきたけど、うん、このスタイルのスプリンガーフォークかっこいいなと、ここの、うんうん、分かる分かるね、うん、それもいいなとかさ、はいはい、それがもうフロントものサスで、うん、昔のバイクみたいなスタイルで作っちゃうかっていうのも考えてんだけど、もうボアップする気もないし 50cc でしょ、でそんなにスピード出さないバイクだから、うんうんうん、まあ、別にフロントにサスがリアもなくても、うん、ちょっとタイヤのエア抜いてあげればいいだけの話だから、うん、どっちがいいかね、これは奈良株持ってくから、ああ、うん、でこっからヤケさん乗ってくから奈良まで、使わねえ使わねえ多分、いやまあ使うかもしれないけど頑張る、ジャーマネがいくから、ジャーマネ、じゃあ1週間ぐらい前に出ていいのって、そうだね、その都度その都度さ連絡もらってさ、で動画にすればいいじゃん、今日はここです、ヤケさん思ってるよりも大変だと思うよどう、これでトボトボ行ったらね、頑張る、頑張る、お自走でジャーマネが行くそうですもう
だけどそれもさ、だけどさ、3代でさ、なんか旅みたいに行っても面白いね。それね。そうね。どっかで野宿するとかさ、うん、どうこれ。すごいよ。そこら辺のさ、道端でさ、あの野宿してさ、うん、職質されてさ、たどり着けねえと。そうそうそう。それそういうのも面白いよね。もうまあとりあえずね、一回もうネック切っちゃって、うんうん、はいはい、感じ、うん、どうかね。フロントフォーク。だもうフロントフォークはもうどうしようかなっていう感じ、うん、で、まあ、この亀井くんのバイクみたいにフロント先に決めておかないと、うん、分かる分かる、うん、フレーム作れないんだよね、うん、作れないってわけでもないんだけどさ、まあ、これの位置をこうずらせばいいだけの話なんだけど、水平見るのにね、うん、どうかね。まっすぐでしょ、うん、よすげえな。ほんともうこれ溶接してあるんだけどね、もうまっすぐなの、ちゃんとほらまっすぐでしょ、うん、ほんとに何の歪みもないから、あの裏表溶接してあるけどね、まっすぐでしょ、うん、だから、うん、実際アメリカでレジャーバイクみたいな感じで作ってあるバイクが、うん、俺が作りたいなっていうバイクがそういうのがあるんだけど、ちょっとまた画像で何台か出すけど、うん、この後に、うん、いやちょっとやりたいんだよそれを、うんうん、でこれできればあと八木さん杉山君の株、はい、細川さんに頼んでさ、はい、仕入れて、まあ、もう仕入れれるって言ってたからね、はい、言ってましたね。そうそうそう、まあ、そんな感じでちょっとこれ進めたいなと思っております、うん、はい、はい、さっきの画像、うん、いいでしょう、うん、あれがなんで日本で、うん、あの形、ね、まあ、昔の1968-9か川崎の雇用って言ってバイク、うんうん、さっき見たでしょ、うん、見た見た、あれに近いんだけど、うん、なんで流行らなかったのかなっていう、うん、ちょっとあれかね、時代に合わなかったのかね、かのかちょっとね、その時はね、そう、日本じゃ全く主流じゃ、うん、見たことないでしょ、うん、はい、だからね、俺ちょっと、ね、それをね作りたいなって思ったわけ、うん、はいはいはい、でここ何週間か、うん、ずっといろんなバイクの画像を、うん、検索して、うん、見た、うん、で頭の中に描いた結果が、うん、あの設計図っていう、はい、はい、あのね、精密なあの、ね、うん、精密な設計図、うん、はい、これさっき八木さん、うん、なんだっけ、なんだっけ、精密な設計図見せて見せてって言われて、うんうん、捨てちゃったってどっか行っちゃった、捨てちゃった、多分捨てちゃったと思う、うん、もう頭の中入ってるから、うん、了解ですよ、うん、そうだ、今週、うん、第3話お休みじゃん、うん、YouTube、うん、だからもう次撮影の時は、うん、これフレームできてるかも、うわ、うん、もしかしたらね、もしかしたらっていうか多分1時間2時間でできると思うんだけどはいな、うん、でこれ作って、フレームひな形作って、うん、で亀井くんのスプリンガー、うん、そうだね、うん、完成させて、うん、タイヤはもうつけちゃう、うんうんうん、で30日亀井くんが来るって言ってたから、はいはい、亀井くんの目の前でこうぶったけてやろうかと思って、うん、で失敗してやる、あっちゃんちゃかちゃんちゃんちゃちゃんちゃちゃんちゃんってなるからやばいやばいまあね、どうにかはなりますから、ね、ちょっとやってみて、いやいや、でえちゃんちゃかちゃんちゃんで、できてないじゃんうまく、もうちょっと照れが入ってるね、ちょっとどんな感が分かんなかったもん、そうそう、次までです宿題いやいやいやもうとりあえずね、だからこの休みの休みというか撮影がない間に、うん、進めるところもガッチャガチャ進めてこ、うん、いこうと思ってる、はいはい、うん、うん、それでね、パイプベンダー買うって言ってたじゃん、うんうんうん、3万円だったっつってたじゃん、うん、電動の、うん、ヤフオク終わっちゃってたさ、あれ
うわ、終わってると思って、見たら2万になってた、ほんと。1万円安くなってた。もう買う買う、俺。あれ安くなってた、うん、上がってねえじゃん。上がって、下がってたか、逆に。だからもうね、買うにした。うん、そうだね。で、改造して、今持ってるベンダーのコマがつくように。うん、ああ、うん、はいはい。それでもうフレーム、うん、もうどこでも作れるようにしちゃう、うんうん、はいはい、いいでしょう、うん、2万円だったらいいよね。2万円だったら安くなるってあんまないけどね。そうだよね、本当、うん、だから 28.6 パイのパイプも買ったはいいけど送料の方が高かったわけ、うんうんうん、言ってましたね、うん、バカにしてる。マジで。いやいや、送料2000円ぐらい、そこまでいかないけど、そこまでいかないか、うん、そうそう。だけどまあもうよかったな、もうここもできてるし、うん、そうだね、こっちもこっちもうまくまとまったね、まとまったし、うん、あと材料来て進めていくだけだもんね。そうで、ここ伸ばさないっていうか、ここが完成しないとタンクの位置が決まんないんだよね、うん、そうだね、そうだから結局、うん、タンクにここステーつけなきゃなんないから、うん、こっちとこっちにね、うん、でフレーム収まり具合によってだもんね。そう、それでこうやるからさ、うんうん、やっぱかっこいいね、かっこいい、かっこいいんだよ多分。やばいな、タンクつけるとかっこいいね、うん、あんまり順調だったら亀井くんビクビクしてるよ。なんかね、亀井くんまだ落としきれてねえから、亀井くんがね、うん、なんかねすぐ終わっちゃいそうで、なんか寂しいような嬉しいような、なんてお前詩人かお前。ポエムかお前。ポエムじゃねえんだからよ、もう蝶々のこと、なし、焦ってるね、うん、蝶々のことなんかそのうちテフテフとか言うぜあいつ。もうあったく、もうそんな感じで、ね、うん、このあとはガーッと行っちゃいます、うん、はい、でお休みなので、うん、動画はもう撮らずに、うん、次の時っていうか、もう明日、あ、そうか、明日ラジオの撮影、あ、ラジオの出演、収録だから、うん、次の週の日曜日はお休みでしょ、うん、で、火曜日でしょ、それまでに俺ね、ガーッて作っちゃう。動画撮らないで、はい、ラジオの次の動画の時には、うん、もう、ボーンでできてるから。もう2台乗れる状態なの。本当。ダメダメ、はしょりすぎてる。はしょりすぎてる。もうはしょるから、俺。もう突っ走る。いやいや。いいよね。ダメ？ダメ？楽しみにしてる人たちいらっしゃるんでね。もうね、もうね、じゃんじゃんやりたくなっちゃったわけ、俺。はい、うん、だからもう明日本当にフレーム作っちゃう、うん。もう全部曲げちゃう。はいはい。うん。うん。で、帳尻合わせて作る。はい。うん、そんな感じでね、進めていきたいと思います。うん、はい。はい、ということで、おれした。次回予告。今週のカボリゲストは、はい、長森くんでーす、はい、サイレントヒルワークスマニアックチャンネルへようこそ、ようこそ、イエーイ。